校の階段アニメスペシャル始まるよ。こんにちは、金次郎です。花子です。階段の季節がやってきたね。わーいわーい。これからとっておきの怖いお話を紹介するわね。怖い怖い。最初はこのお話。ある日の授業中のことでした。写真を撮るうちに昼食時間になったので、みんなと弁当を食べた。母の作ってくれた弁当は、うん、読めないのか。ひらがなだぞ。どうしたんだ。おい、しっかりしろ。しかしは。では次の問題。あ、救急車。ごめん、 D 組だよ。また魔の教室で誰か死んだんだ。授業中ですよ、席に着きなさい。それに死ぬなんて演技でもないこと言わないの。ちょっと職員室に行ってくるから、みんなおとなしくしてるのよ。先生だって魔の教室のことよく知ってるのにな。5年 D 組は生徒が急に増えた 7,8 年前に建て増しされた教室です。工事中に怪我人が出たり、工事に関わった人が原因不明の死に方をしたりして、なかなか出来上がりませんでした。やっと出来上がった後も、受け持ちの先生が亡くなったり、不幸は続きました。その後もこのクラスに入った生徒が毎年必ず一人死ぬと言います。それでこの教室は不吉だと恐れられ、魔の教室と呼ばれるようになったのです。春、クラス替えがありました。自分の名前を見つけて、明日からそのクラスに登校しましょう。幸子ちゃんと同じクラスになれるかな。ドキドキだね。あれ、安藤くん、暗い顔してどうしたの。 D クラス、魔の教室。うん、気にすることないわよ、クラスメートがこんなにいるんだし。あ、私も D クラスだ。こうなると思ってたんだ。僕、運が悪いから。正月のおみくじも今日が出た。何度引いても今日が出るんだ。そんなの気のせいよ。運がいいって思ってる私だって D クラスよ。確率の問題じゃない。貧乏くじを引くのも逆に考えれば運がいいってことかもしれないわ。中川さんは気楽でいいよね。僕は小さい時からいつも貧乏くじを引いてるんだ。安藤くん、今度もまた当たる。 D クラスの犠牲者のくじは僕が引くんだ。考えすぎよ。僕にはわかるんだ。今年 D クラスで死ぬのは僕なんだ。これが安藤くんを見た最後でした。安藤くんはその日トラックにはねられて亡くなったのです。安藤くんがくじを当てた。D クラスに入ってしばらくして、安藤くんが亡くなったことは忘れられ、静かな毎日が過ぎました。私もすっかり忘れていたのです。ところが、あれは、安藤くん？あ、待って！どうして逃げるのよ！ここは教室？ D クラスの教室だわ。でもあの先生、ずいぶん前に亡くなったんじゃ。安藤くん、工事のおじさん。ここは幸子ちゃんが死ぬなんて、今年も犠牲者が出ちゃったね。大切なことを忘れていました。安藤くんは D クラスに入る前に亡くなったのでした。今年 D クラスのくじに当たったのは私だったのです。こんなところで走ったら危ないよ。病院に行きましょう。私が手当てしてあげるわ。次は病院のお話。
中学に入って初めての夏休み、私は病院のベッドにいました。ああ、入院なんてついてないの？王朝なんてすぐ退院できるよ、ナオコちゃん。まあね、手術後2日目でもう歩いてトイレに行けるとは思わなかったけど。すぐ慣れるよ。私なんて2週間いるけど結構平気よ。嘘、みちおちゃんすごい。あ、大仏デカ始まる、見ていい？私も見たい。ブツ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 、大仏ブツ。いたた、寝返り打てなくて苦しいな。やだ、2時だ、眠れないよ。トイレ行ってこようかな。あ、誰かいた。あ、すいません、入院患者さんだったんだ。びっくりした。ずいぶんひどい怪我をしたのね、お気の毒に。へえ、それは驚いたでしょう。そりゃあもう。でも私2週間いるけどそんな人会ったことないな。最近歩けるように回復した人かな。そうかもね。早く眠れたと思ったらこんな時間に目が覚めちゃった。どうしよう、またトイレに行きたくなっちゃった。みちおちゃん起こすのも悪いし。しょうがない、行くか。どのトイレにも誰もいないわね。夜中にトイレで人と会いたくないな。今来た人が中に入ってから出よう。おかしいな、ドアの音も気配もしない。そういえばスリッパからサンダルに履き替える音もしなかったし、気のせいだったかな。私怖がりすぎ、バカみたい。入らない。それに後ろが気になる。気になるけど振り向けない。振り向いたらすぐ後ろにいるような。こんな夜中にまた会うなんて。でもあの人どうしてあそこに立ってたんだろう。おはようございます、ケンヨンですよ。ねえ看護師さん、ミイラみたいに体中包帯巻いた患者さんどこが悪いんですか？田中さんのことね。どうして知ってるの？昨日と一昨日の夜トイレで会ったの。え、それは変だわ。どんな服だった？ピンクのパジャマを着てましたよ。じゃあやっぱり田中さんだわ。火事で大やけどして運び込まれた方なの。だけど田中さんは一昨日の朝亡くなって、遺体は今霊安室に安置されているのよ。そんな、だって昨日も会ったのに。田中さんの遺体はその日の午後家族に引き取られていきました。しかし霊安室には誰も置いた覚えのないスリッパが一足揃えてあったそうです。私がトイレで見た人はその霊安室から起き上がった遺体だったのでしょうか。こいつはやりすぎたかしら。今回はこれでおしまい。次はどんなお話かしら。
来月も面白そうね。見れなかったよ。これ撮って。絶対見逃さないでね。バイバイ。探しに行こう。